埋まるのはなしだろ。なあ。なあ、地面にめり込むのはなしでしょ。ごめんね。荒い運転して。オッケー。リベンジ。来た。行くぜ。もう逃げてやる、こっから。こんな感じでね、マシンガンでね、もう何発撃たれようともね、もうびくともせず、もう無視して、それを。もう痛みをもう無視して、とにかく全力で走るだけ。どんな感じ？来てね、危ねえな。で、こういうとこに行く。こういうとこに行くことで、チャリンコでしか、この小回りが効かない、こういうところで、ひたすら逃げる。こういうこと。ね、こういうこと。で、こういうところも、そう、こんな感じで、一緒に回って、逃げる。で、こうやって、仲間も呼ばして、一緒に来させて、そこで、ああいうことをさせる。うん。これが俺の戦い方。よし。それで行こう。このスピードで、なんで止まるの？ねえ、アクセル押してんだけど。で、こんな感じね。で、急ブレーキしながら、で、こっちに行ったりとかして、で、人も、押しのけながら、トリプル回転して、トリプルアクセル決めて、この坂を登りつつ、左に行きの、ちょっと広い道路出て、ここなら、結構逃げやすいと思われるんだけど、なんとか避けて、後ろから3台。で、あえてこっちの、坂。そう、こんな感じで、味方と、事故らせながら、こっちに行く。相手も華麗な、着地を決められてるけど、これもチャリしか登れない、ここを使うことによって、来るんかい。お前、来れるの？いや、でも俺だけが、アイビー、あんな感じになってる。何それ。なんかうまいことを、旋回、はい、こんな感じで、物を、障害物を使いながら、ぶつけていく、車を。うん。で、こっち行くじゃん？で、まあ、パトカー来るけど、お構いなしで、ヘリが地面から来てるけど、ヘリが、なんで地面から来るの？おい、地面から来るのは聞いてねえぞ。で、こんな感じじゃん？スピードね、緩めたり、スピード速くしたり、緩急をつけながら逃げることによって、警察も、あんな感じで事故っていくと。あんな感じでね。さあ。こういう街灯とか使いながら、こういうね、こういう際を走ったりとかすることによって、要はこういうことだよね。そういうことじゃないんだよね。で、こうやって回りながら、で、こうやっていくと。さあ。はい、で、ちょい。あー、ポールに当たったら終わり。です。オッケー。とんでもねえ数来た。どけ、ローラースケート。ごめん。うわぁ、警察はお構いなしに人を引いていくけど、俺はちゃんと、歩行者には迷惑をかけないように、負傷者を出さないように、ちゃんと見ながら、で、味方にも助けを求めつつ、ちょっとここで味方にも助けをもらうたびに、ここで拳銃を、あ、ごめんね。くぐり抜けて、やばい。あっぶね。あっぶねー。川に落ちるとこだったけど、ギリ回避して、道路に出る、後ろから多分来てる、一台来てる、前からも来てる、ジャンプは意味ない、このジャンプは、とんでもないぐらいタイミングが重要。で、こっち行くじゃん？うまいね。この駆け引き、この心理戦、まさに俺が一枚上手。いつでも一枚上手。こういうこと。やばい。
で、またこっちから降りる。後ろから来てる。あいつらは怪我はしないのか。いや、ポールにぶつかったら終わり。なんとか、ギリ、回避して、ちょっと同じとこ行ってもつまんないから、散歩がてら、他の街にも行こうと しつつ、こんな感じで、壁を使って、方向変えながら、やばい、挟まれる、なんとかする、ねえ、はまった。危なはまってない。の、こう抜けて、あいつらなんか、三人で、なんか戯れてる。で、こっちの、島に、乗り移って、後ろから来てる。そういう時は、このジャンプを使いながら、タイミングよく、アクセル踏んで、で、使うんだけど、ここの道は。ストーリーミッションでも、なんか急にワープしてくる。でも、そんなこと構わずに、この山道をひたすら進んで、で、ここの壁も、チャリンコなら余裕で登っていける。パトカーには登ってこれない。俺しか登れないとこ、使いながら、でもヘリは余裕で来てる。え、来なくね？来てる。ワープしてくる。はい、オッケー。あんたはトラップ。やーっつ。さあ、ここをね。ここを使っていく。はい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 。こんな感じで。こんな感じで壁を登りつつ、お前は、え、こっち何？道路だった。はい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 。来れるもんなら来てみろ。ヘリが来てる。ヘリが上下しながら来てる。これもこっち。こっち。で、こっちを使う。はい、オッケー。くんのかい。オッケー。もうジャンプ使えば平気だから。ヘリじゃねえかよ。ヘリじゃねえかよ。ヘリじゃねえかよ。うわー。ヘリじゃねえかよ。ヘリは無理。ヘリは無理だから、全力で逃げて、全力で、え？来れんの？まあ、いいや。え、やばい！やばい！やばい！トリプル！最悪。そりゃ来るよね、お前。挙手して溺れんなよ、お前。あ、ちょっと、そんな、やばい、もうこれはほぼ終わったと言っても過言ではない。え、これ無理じゃん。無理でーす。はい、というわけでね、ごめんなさい。てな感じで、星5の状態で、チャリ。まあ、スキルが高ければ、まあ全然逃げれる。うん。スキルがなかったらね、スキルというのは運転のね、スキルがなかったら、速攻で終わる。逮捕される。うん。っていうのが、検証結果ですね。というわけで、でもさ、2回目以降、3回目以降はさ、めちゃくちゃ逃げれてない？最後の逃走劇。ってことは、これ星6になったら、ちゃんでもないことになるよ。次回。星6。はい、マックスです。星マックスの状態で、チャリンコで、全速力で、逃げていきたいと思いますんで、次回またね、お楽しみにということで、現在ね、
何時だろう、午後2時50分ですけどね。はい。なんて言うんだろうな。朝一食も食べてないのでね、ちょっとお昼ご飯がてら、休憩に入りたいと思いますので、お疲れ様でした。